悲しそうな顔をひっくり返すよ。まずはここを切開するの。大丈夫、私プロだから。綺麗にして何が起こっているのか見てみよう。どれどれ。うん、これはダメね。他は？これも怒りのもと。ネガティブな要素が多すぎる。ん？これは何？やばそうかも。それにすごく悲しい。解放してあげないと。そうすれば元気が出る。はい、どう？他にも戻しておくものはあるよ。水分補給は大切。大丈夫、任せて。睡眠も間違いなく重要ね。それに幸せな思考。あ、重要なこと忘れてた。チャンネル登録。これで全てかな。よし、頭を元に戻そう。新鮮な気持ちになるはず。これも取り替えて。そうそう、その笑顔。わあ、その服何？気分いい。あ、見て、ジャスティン。そうだよ、アートチャレンジの時間。わあ、嬉しい。ジャスティン大好き。すごくかっこいい。アイキス。魔法にかかったみたい。最初のチャレンジはこれ。なんだって嘘だろ。羽だよ羽。ほら。あ、羽か。勘違いしてたみたい。よし、やるよ。紙を用意したら半分に折って羽を描き始めるの。こっち側だけで OK。 できたら切り取って横に開くよ。蝶々の出来上がり。黒板にくっつけたらチョークで線を引く。真ん中にね。次はこの色、しっかり埋め尽くすように。最後まで色を塗るよ。黒板の方までね。虹のように。どうなるか楽しみ。ジャスティンなんて言うかな。気に入るといいな。あと少し。蝶々を持ち上げるよ。シルエットだけ残るの。どう？ごめんなさい、緊張しちゃって。羽の完成。わあ、確かに上手かも。いいこと思いついた。よーし、お金を使おう。ねえシェリル、ガオ。こんなのいらない。何するの？お金の扱いが雑すぎる。だったらくれてどう？わお、いいよ。蝶々と交換ね。ふう、お金持ちになっちゃった。ピザをたくさん買おう。わお、ジャスティンも食べる？ん？これは難しいな。全然。私じゃなくてこの絵を選んで。シェリル、素晴らしい。あなたの瞳に夢中。僕も鏡を見るたびに思う。その蝶々もいい感じ。それ作ったの私。違うでしょ。正直に言いなよ。二人ともお願いだから落ち着いて。何の話をしているのかわからない。無視して。誰を選べばいいかな。シェリル、ミンディ、みんなコメント欄で助けて。ずっと見ていられる。次は何をしよう。あ、そうだ、立って。は？あ、いいけど。そのままぐるっと回って。どういうこと？今のどう？違う。頑張ったのに。もう一つ思いついた。これでどうだ。彼、何でもできるのね。でも何をすればいいの？わあ、綺麗。分かっちゃった。ドレスの上にステンシルを乗せるの。ペンを使う。いや、これだけだと足りない。これが便利。ドレスの上に滑らせれば。時間の節約ができる。なんで今まで思いつかなかったんだろう。できた。ステンシルを取り除こう。素晴らしいドレスね。ジャスティン、面白い。ママにもよく言われるよ。君もね。うわ、歯磨いてくればよかった。ちょっと待ってて。他は何をしよう。あ、これ使えるかも。ちょっと使ってたのに。
こっちの方が大切。歯ブラシに白い絵の具をつけてドレスの上にちらつかせればいい感じのデザインになる。完成。ほら見て、私にぴったりでしょ。嘘、自分で作ったなんて信じられない。待って、目に髪の毛が入っちゃった。取れた。うん、あれ、いいこと考えた。うわ、本当にセンスがなさそう。うん、これ使える。ドレスに糊をつけたら金色のグリッターを散りばめて銀色も乗せていくの。紫色も素敵。最後は青。ステンシルを取り除けばドレスの出来上がり。余分なグリッターを取らなきゃ。それ、うわ、ちょっと、いや、痛い。今の本気？それより息が臭い。綺麗だと思わない？ウェディングドレスにもぴったり。ジャスティンとのね。ダメ、絶対にさせない。わお、クリエイティブだね。美しくて才能もある。素晴らしい。私のことよ。違う、私、ミンディになんか負けない。私だって。ジャスティンに任せよ。で、向こうに行って。必死すぎない？でも今日は私の特別な日だから。二人とも、わお、本当に綺麗。大好きだ。だって見てごらん。私よ。違う、私だってば。ポップイットだ。これ大好き。待って、いいこと考えた。賢いのね。そうだ、すぐ戻る。その間に私は彼のことを見てみよう。うーん、綿棒、これ使えそう。んー、シェリル、何してるの？ハロー、プレゼントがあるよ。大切にするわ、今この瞬間もね。え、ミンディ、何してるの？それは何？綿棒を下ろして。君のことも好きだよ。うん、そうね、落ち着こう、やりすぎちゃった。作品作りに戻らないと。うん、怖かった。ああ、それいいかも。綿棒に絵の具を垂らすの。まずは赤から。一直線につけていくよ。うっとりしちゃう。どうなるか楽しみ。シェルル待って、すぐわかるよ。オレンジ色でも同じようにするの。赤と並ぶようにね。他の色も追加するよ。ここからがお楽しみ。紙の上に転がすの。ゆっくりね。これでよし。ポップイットの絵、フレームに入れても可愛いよ。わお、ナイスアイデア。私もいいこと思いついた。絵の具の中に指を入れてしっかり指先につけるの。わお、カラフル。ジャスティン、見て。紙に指をしっかり押し付けて列ごとに違う色を使うの。簡単。できたよ。すごいでしょ。私の真似しただけじゃない。そんなことないよ。信じられない。シェリル、最悪なんだけど。え、指が滑っちゃった。これ見て、面白くない？二人とも子供だな。これ見てて。ダメ、やめて、ハンサムな顔が。どうだ、正直に言っていいよ。すごいだろう。さて、筆に筆で色を塗ると何が起こるかな。七色の縞模様、まるで虹みたい。よし、始めよう。待って、お先にどうぞ。いや、一緒にやろう。じゃあ、ルーレットスタート。あ、笑ってる絵文字。マジか。やった、私は片手、あなたは手を使わない。さあ、出てこい道具や。あれ、ボトルだ。あー、スカイ、このチャレンジエプロンいるわ。よし、準備完了。やるよ。
ルーレット念力で動かないかな。お願いお願い、やった、動いたんだけど。本当に代わりにアイスクリームでチャレンジ。丸はうまくいった。次は目を描こう。眉毛もあるんだったっけ。こんなもんでしょ。次は青。涙を描いて塗りつぶして、こんな感じかな。ボタボタ落ちてる。まあそれっぽいかな。次は赤。またギュッと青の上にかけて。思ってたよりは悪くない。よし、次は黄色。これを塗りつぶさないとね。隙間なくしっかりと、全部がしっかり黄色くないとね。あとちょっと。よし、できた。じゃあひっくり返そう。わあ、すっごくうまくできてるじゃん。あ、鼻がブルブルしてきた。やばいか。エクシュ、うわ、蓋が外れたし。ねえ、台無しなんですけど。ああ、そりゃ災難だったね、スカイ。アホクタ、これはおしまい。ま、ひっくり返すのは手伝ってあげられるけど、もうちょいギュッと押せば。もともとぐちゃぐちゃだからまあ一緒。ほら、これでマシになったでしょ。はあ、そりゃどうも。うわ、相当ご機嫌斜め。でも見て、こっちは可愛くできたでしょ。それじゃあ次のルーレット。やった、どこで止まるかな。ハートだ、大好き。モデルを用意したよ。準備はいい？ワン、ツー、スリー、ゴー。超かっこいい。私のハートはこの彼。笑顔が素敵。お、それ私のクリス。あなたのクリス？私のだって。いやいや、私の。おや、喧嘩が始まった。困ったもんだわ。私が先に目があったんだから。ちょっと喧嘩はしないで。クリスから離れて。あんたも離れて。こうなったら仕方がない。それ、ユニコーンの魔法で解決するわ。何でもできるんだから。さあ、かっこよくなくなった。悪いけどね、私の。あれ、彼こんな顔だったっけ。うわ、信じらんない。うわ、笑顔が素敵じゃない。かわいそうだけど。うん、ルーレットするよ。あ、そっか。ねえルナ、あれクリスじゃない？どこ？誰もいないんだけど。あは、ノロマ、これはモーラだ。いないんだけど、どこ？うわ、マーカーがなくなった。どうしよう。アシュリー、取ってったの？何のことだかわからない。あれ、疑われてる？ああ、それは意地悪だね。んじゃ、ユニコーンの魔法を。あっ、また盗んでごらんよ。助けて。あれ、アシュリー凍った？あ、私のペンだ。どうもありがとう。作業開始。ハートだったよね。完璧なハートは長方形で囲むべし。こうやって。そしたら定規で縞模様を引く。上から下までね。ハートの中は曲線で。ここはフリーハンドでいい。いろんな色に塗ろう。この縞はオレンジ色に。そしたら緑、赤。輪郭をなぞって黒くする。鉛筆を使うとちょうどいいね。そしたら左右に合わせるよ。影をつけるんだ。修正ペンで光をつける。で、枠をつける。よし、綺麗にできた。
立体的なハートができた。 OK、 動いてよし。でもまだ何も書いてない。曲にしなさい。絵を見て、気に入った？素晴らしいわね、ルナ。超クール。盗んで悪かったよ。いいって、忘れていいよ。私にありがとう。ああ、友情ね。私にはクリスがいる。待って、お先にどうぞ。いや、一緒にやろう。じゃあ、ルーレットスタート。あ、笑ってる絵文字。マジか。やった、私は片手、あなたは手を使わない。さあ、出てこい道具や。あれ、ボトルだ。あー、スカイ、このチャレンジエプロンいるわ。よし、準備完了。やるよ。ルーレット、念力で動かないかな。お願い、お願い。やった、動いたんだけど、本当に。代わりにアイスクリームでチャレンジ。丸はうまくいった。次は目を描こう。眉毛もあるんだったっけ。こんなもんでしょ。次は青。涙を描いて、塗りつぶして。こんな感じか。ポタポタ落ちてる。まあそれっぽいかな。次は赤。またギュッと青の上にかけて。思ってたよりは悪くない。よし、次は黄色。これを塗りつぶさないとね。隙間なくしっかりと、全部がしっかり黄色くないとね。あとちょっと。よし、できた。じゃあひっくり返そう。わあ、すっごくうまくできてるじゃん。あ、鼻がブルブルしてきた。やばいか。エクシュ。うわ、蓋が外れたし。ねえ、大変なんですけど。ああ、そりゃ災難だったね、スカイ。アホくた。もうこれはおしまい。ま、ひっくり返すのは手伝ってあげられるけど、もうちょいギュッと押せば。もともとぐちゃぐちゃだから、まあ一緒。ほら、これでマシになったでしょ。はあ、そりゃどうも。うわ、相当ご機嫌斜め。でも見て、こっちは可愛くできたでしょ。早速回すわよ。私がやりたい、ゲストだもん。私のアイディアよ、話して。じゃないとやめて、壊れちゃう。わあ、これ見て、バラを描くのね。あれは何？美しい二人には美しいバラを。気まずい。美しさを見せておくれ。あなた、いいわね。チャレンジスタート。やっと。まったくもう、集中できるかしら。まるで芸術作品を見ているみたい。よく言われるんだ。素敵なちょびひげ。本気？ねえ、これ勝負ですけど。ああ、そうだった、バラに見えないわ。いいこと考えた。ハートの中に三角を描いたら花びらになるから、あとは残りの部分を描くだけ。いい感じ。次は葉っぱ。ヘタも忘れないようにね。完成。美しい。ナイス。私のはこれ、シンプルなの。どう？お気に入りはどっち？美しい。うわ、君の勝ち。やっぱり。景品は何？あなた。大切にするわ。いい匂い。やっぱり先生が選ばれたか。何、嫉妬？あれ、どこ行った？いいや、リラックスしよう。お気に入りのソーダ。ナイス。楽しみだな。おいしい。おい、何してるんだ？早く選んで。ごめんなさい。
ほら、時間がもったいない。3にしてみよう。ナイスチョイス。雪の結晶だって。え、時間制限あるの？早くしなきゃ。ワクワクする。まずは基本的な形から。細かくデザインしたら、次形は同じで、こうやってデザインだけ少し変えるの。いい感じ。次は何にしようかな。もっと細かく描いてみよう。どの結晶も個性たっぷり。いい感じに出来上がった。ジャスティンはどうかな。集中しようとしてるんだから。そろそろ時間よ。待って。よし。うっ、ごめん、間違えちゃった。あちこちに広がってる私の絵が。本当にごめん。もっと気をつけて。ああ、見て、何かが起こってる。吹いてみよう。うお、一体何が。ジャスティン、どこ。ああ、寒いよ。本当だな。ここはどこ。わからん。僕は何でもここにいるんだ。風邪ひいちゃう。それ貸して。待って、雪男。うう、人間。今すごいことが起きたんだ。もう一生外に出ないぞ。ありがとう。寒い。罰ね。顔が動かない。じゃあ次は私が押すね。何になるかな。ああ、木だ。これは予想外。また手なしでやんの。次の道具は何が出てくるかな。インク一瓶とストロー。ま、取り掛かりましょうっと。肘をこうやって使ってね。よし、次は蓋を開けよう。これも OK。 ストローは口で使えるからいいもんね。じゃ、ここにインクあった。ロボット来てる。このストローでどうしろっていうの。インク飲んでる。それジュースじゃないのよ。は、何が。飲んでるのかと思った。絵を描くにはこうするしかないからさ、決めた方向にインクを吹いていくわけよ。わあ、すっごいリアル。口のストローだけでよくそこまでできるわね。なんでこっちはうまくいかないの。吹く力が足りないのかな。出てこい、いまいまし、インクめ。って顔についた。インクまみれになってない。何よ、ガタガタ泣いてんのって。うわ、やらかしてる。待って。は、待てって何が。このピンクの絵の具でさ、これをピューッと出す。別の色もね。あとは綿棒でやるわけよ。絵の具につけてさ、見てて。そっちの黒い木の枝にポンポンポン。ほら、花が咲いた。春にもってこいでしょ。すっごく綺麗にできてるでしょ。わあ、おかげで木がもっと綺麗になった。共同作業ってやつよ。さすが、素敵じゃん。次のチャレンジ、数字を選んで。じゃんけんする。私の勝ち。じゃあ1番。何が隠れているかな。綺麗なワンピース、素敵。いける。色鉛筆を全部使おう。僕って天才。デザイナーになろうかな。うわ、落ち着いた方がいいんじゃない。確かに。ああ、どうすればいいかな。最新のファッションにならない。無理ね。今回は負けか。あ、テーブルが汚い。怒られちゃうかな。綺麗にしなきゃ。全然落ちない。もっと強くこすらないと。待てよ、消えた。新品そのもの。それちょうだい。
いいこと考えた。絵の上にテンプレートを重ねて上から絵の具をのせるの。いろんな色を使ってね。虹みたいに。いい感じ。あと少し。テンプレートを外したら完成。かわいい。ネイルが取れてきた。あ？完成？すごいよ。僕は絵をなくしちゃった。今回はジャスミンの勝ちね。当たり前でしょ。ナイスジョブ。僕だったら着るね。そうして幸せに暮らしました。やめてよ、物語聞いてるんだ。あんたマジでオタクだね。ルナ、オタクをいじめるな。持ってきてちょうだい。わあ、これ俺にかい。私のはどこよ。うわあ、画材がこんなにいっぱい。嘘でしょ。こりゃすごいや。ちょっと寄らないでよ。モデルがいるね。この可愛い猫ちゃんがいいでしょ。にゃんぺきってやつ。はあ、超可愛い。よし、じゃあ描くぞ。どっち使おう。描く道具がないんですけど。クレヨンちょうど良さそう。はい、ダメです。それ戻して。一体なんだっていうの。マーカーを使おうかな。選びきれないや。ああ、もうイライラする。待って、思いついた。そーっとそーっと、あとちょっと。おや、自然に。今がチャンス。よし、簡単に盗めた。って、これ使えないじゃん。まあペンがあるからいっか。始めよう。まずはまっすぐ線を引いて、大きく数字の3を書く。こんな風に。お次は猫の耳ね。それからヒゲを付け加える。長くて曲がる尻尾。色も塗ろうか。これいい感じだね。そしたら目と鼻も描き足そう。体は縞模様。色を濃くしようね。ほっぺたは赤くして。結構可愛いでしょ。簡単だったね。え、こっちは終わったけど。うわ、悩みすぎて時間がない。急がなくっちゃ。じゃーん、これ絶対勝ったじゃん。では審査します。勝者はルナ。やっぱりね。やった。で、商品は何。あれ、なんかおかしいな。うわ、尻尾だ。触んないでくれる。気難しいな、もう。だから俺は犬派なんだ。次は何だろう。数字を選んで。3 1 3 1。ダメ、1は嫌なのよ。じゃあ真ん中の2は。いいよ、公平でしょ。2番目ね。 OK。かわいいふわふわの羊。スタート。あら、時間がない。早くしなきゃ。点全部取った。それ何。うらやましいだけでしょ。そうだね。似てると思わない。見てて。魔法は好き。子供向きでしょ。驚くよ。それ私の。これしかないのか。小さいな。そうだ、瞬間移動。どう、これなら使える。このコインを紙の上に乗せて、周りに M の形を描くんだ。コインをどかしたら、今度は顔。いい感じ。あとはほっぺたを描いて完成。時間よ。二人とも見せて。じゃじゃーん。ほら、かわいいでしょ。まあまあね。あれ、どこ行くの。ちょっと戻ってきて。僕の勝ち。ジャスティンの勝ちね。お見事。この動画を
お友達に共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。